織山を鍛えよう。ね、来ましたね、この時の山田。何がやねん。オールザッツの MC 僕ら決まってないですか。いや、それありがたいよ。そうですよね。あ、やっぱ僕たちがこう裁くわけじゃないですか。まあ、装着無人な若手多いよ、ね、マジで僕たちも俺ら含め、ね、2010年の俺ら含め最悪やん。そこで正直 MC の方にめっちゃ助けられたよ。まあまあ散々助けられてきたよ。 それを俺らがせんとダメな。まあそうよ、オールザッツの MC ってそういうことやから。 いけそう。いや、だから頑張るよ、頑張らせてもらうよっていう。だいたいあれ何分ぐらいから見て1分、はい、1分で綺麗に、うん、落ち着けて。今までの MC の方は1分で落としてきた、はい、そうです。いや、ちょうど1分。そらな、その生放送とかもあるし、そうです、尺があるから。そうです。だからそれはできるように頑張ります。当日頑張りますって感じ。いや、じゃ今日ここでやってもらいます。やんなよおい、ほっといてくれやな。やらんと。じゃオールザッツまでそれは待っとけよお前な。実際のフロアにいる今日スタッフさん来てますですよね。よろしくお願いします。だから今日で正直ダメだったらもしかしたらなしってなるかも。合格ある？ ありますよね。それはほらあんなよ、そんなこと。今までのオールダッツでそんなんあったんか。今までな、今回オーディションですよ。だからまずネタをするわけですよね。若手が出てきて、ああ、それ実際してもらって、で本番通りこう移動します。 MC だね、横に。ああ、でそっからがスタート。ここでの絡みね。そうで、どうでしたみたいな。そうです。で僕はここにいます。そして落ちたと思ったら綺麗に落ちたよ、はい、うん、だからそれを1分以内に終わらせるかどうかってことです。なんやねんこの遊びな。遊びじゃない、遊びじゃない。お前何組ぐらいおんの。もうそれは言いません。それもそれを全部さばいていってください。しんどいって。もしかしたらすごい数かもしれんし。早速いきます。なんやねんこの練習、まず1組目はこの方です。どうぞ。ねえ、私、私今現在パンツに入ってますか？ないの。この辺りのお肌から1枚目の布の辺りが9割方ないんです。でも1割、1割ふわっとある。今ネタ部分。もしかしたらそれは産毛かもしれないんです。ねえお願い、手拍子をください。さすれば簡単にパンティーを履いてるかどうか確かめることができるんです。お願い、手拍子をください。はい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 、入ってませんでした。どうして、どうしてなの。悩みが深すぎる。あ、そうだ、悩みが深い人はここを訪ねてみれば。あ、はい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 、たまいよ、サポートセンター、たまいよ、サポートセンター、センターセンターの窓口、ここよ。そしてこっちのテレフォンコールセンター。私はボインちゃんです。証拠をお見せしましょうか。ワン、アトゥー、アワン、トゥー、スリー、フォー、アバイン、バイン、バイン、はい、たまよです、たまよです。うひゃ、うひゃ、バイバイ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 、すいません、こちらにお越しいただいて、お願いします。ありがとうございました。緑図、緑図じゃない。いやいや、お疲れ、お願いします。お疲れ様でした。何してんねん、おい。炊き込みご飯。何のや、何の炊き込みご飯やね。どうですか、自信ありますか。この後、特典発表ね。特典発表があるの。そうです、オールザッツ、ね、この後皆さんにスイッチオンしてもらってますから。思ったことは言ってください。点数を決められるの。そうです、そうです。いやオールダッツってそういうもんじゃないですか。やだーです。いや、オールダッツは点数決めて優勝者。落とそう、これで。点数決められるの、やだーよ。いや、やだのや、そういうの分かって出たでしょ。チャンス。ディッ、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 おい、ネバネバ、ネバネバ、ワウ、私はお尻で、ワウ、ナットオン作れる、ワウ、ネバネバ、ネバネバ、おい、おい、あー、押
せやお前が。まだあった。まだあったよ。ないやろ。やりたいことあった。全然。これ全然してください。絡みというかずっとネタやってるから。全然やり残したこと。絡みやろ。絡みよ。いやオールナッツね優勝したいですよね。まだまだ。まだまだ。オールナッツ何してんねんってな。でててガンツ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 もうここ弱めろよ言ってな。いや弱めれるかおい。ピピーピピー押せーまだ押せー姉さん全然まだまだ不審者ね。あ誰あなた不審者ね。不審者でしょ。あんた言われたないよ。ワン、ツー、スリー、フォー、おっぱい食べたら武器になる。不審者来たらぐるぐる回して叩いたれ。バチンバチン、バチンバチン。おっぱい離せだ、ドゥリンドゥン。何させてんねん、おい。どこが落ちててんの。一緒に乗ったとこ最高だった。お前この汗見ろ。一緒に最高でした。お前俺整ってまうがな。あどこ行くねおい。帰っていった。いや最高でした。ちょっと待ってちょっと待って。何ですか。あ俺だってやめますわ。何がいや1分ですよあなた。1分やろ今タイムは。ちょタイム教えてください。3分ちょうど。すごいよ逆に3分ちょうど。放送事故やん。3分なんかめっちゃ押してもうてるやん。え1分以内を目指すんやん。もちろんじゃお前したいやん。違う違う俺もう最後のやつがいきなり来とったらもういきなり押しとったもん。俺何回あの人こうやったか。落ちる。それももっとバーンいかんと。もっとあもっとしんどこれ。あと何組おんねん。教えません。いきますよ。何組おんねん。2組目はこの方です。どうぞ。ネタいらんねんけど別に。いります。見取り図さんの店員は任せてください、はい、キャッツミです。よろしくお願いします。なんていう代言は任せてください、はい、森山さんと1対1の勝負したいと思います。あいいですか、はい、MC からです。ここに、はい、そういうのいいよいいよ、はい、ここに4個ブブクッションがあります。そしてこう1個だけならないブブクッションがあります、はい、森山さん1個だけ選んでください。それでそのブブクッションがならなかったらここにあの2時間僕が折った折り紙のドラゴンがあります、はい、ほんまに2時間ぐらいかかってます。結構な対策。はい、これをもしブーブークッションが鳴ってしまったら僕は握りつぶします、うん、うわもったいないよ。ごめんなさい。いや俺はいいんですけど、俺はいいんですけど。確かに優しいやつやな。でももし鳴らなかったら助かります。森山さんにこのドラゴンを助けてもらいたいと思います。なるほどね、はい、わかりました。はい、鳴らないやつをどれか選んでください。よろしくお願いします。1、2、じゃあ、はい、一番端っこにいます。はい、わかりました。右です。森山さん行きます。座っていいの。合図で座るの。はい、合図で座ってください、はい、それでは森山さんお願いします。はい。およっしゃー助かった助かった。よっしゃー助かった。よっしゃー。それでよかった。よっしゃー。めちゃめちゃまずいことしてもうたから。よっしゃー。助かった。助けるのが絶対なった方がよかった。よっしゃなった方がよかったって。いやいや助けるのが目的だから。よっしゃーありがとうございました。森山さんめっちゃネタ邪魔してるよ。よっしゃーよかった成功しました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー即興感あって楽しいネタやったね。ありがとうございます。他のやつもなる、はい、ちゃんとなったの。ほんまになります。はい、はい、ほんまや。はい、ほんまにか俺らの回守ったんやほんまにちょっと上がってました。よかったよかった、はい、ちなみに平場芸もう一つちょっとあいいあいいよ、はい、これ動いたじゃん、はい、ちょっとラスト集計の時にね、はい、そうそうそうアピールするからね、はい、助かるからこういうのが、はい、こちらあの乳首が隠れております。隠れてる、はい、はい、これほんまにあのしゃがんだだけでも見えてしまうんですけど、はい、今からこの乳首を一切見せずに、この椅子から、降りたいと思います。もし乳首が見えてしまったらほんまに謝ります。謝もっと何かあった方がええやろ、はい、謝ります。いきます。俺だとありそう。わかりました。いきますよ。いきます。はい、よっしゃ。すいませんでした。もうええわそれ。すいませんでした。何も成功せえへんやん。すいませんでした。すいません。大丈夫。すいません、はい、大丈夫です、はい、もう一回やったらできるんちゃうか。もう一回やったらできます。無理やろな、はい、さっきで惜しかった。お前失敗しかしてへんやん、はい、大丈夫です。絶対にいきます、ま、はい、絶対成功させます、うん、いきますよ。成功させます。お成功するのか。成功するだけかい。よっしゃい。今のは綺麗。今のキャッチングも素晴らしかったよ。よっしゃ。よかった。連携プレー。ありがとうございます。俺失敗すると思う。いいですか。俺腑に落ちてない。もっともっとできた感覚はね。よし。よかったよかった。だからオールダッツって実際こうやってネタ終わりもネタの続きする人みたいな結構いますもんね。そうそうそう。はい、今のマジでお手本ですよ。おっしゃ。ああ。うわ。全然ダメ。うわ。1分39。むっちゃ惜しいです。
二代目森山さんになります俺は絶対。それなんやねんずっとな目指してる芸人なんで僕どの辺がそう目指してんの俺のツッコミとか僕だからできるんで、はい、ツッコミできる、はい、あたおかやないかあ俺が前言ってでもそれは俺のやつやはい、はい、僕のやつオリジナルの何オリジナルのほんまにうわっあの虎みたいなでっかいなあのちょっと待って俺おいっ子とはそんなにしかもサバ缶正月やんこれはサバ缶と森山さんでもね、うん、あのクセ持ち、はい、吉本でも名だたるクセ持ちの中でも上位やから、はい、こうやってね一回触ってしまったら詰め返さなきゃ、はい、ねこれ、はい、こういうのいいよ本番もいや一回は一回やろすいません一回は一回ですすいません長いなすいません大丈夫ですまあ特になんもないまあまあ続いては何組続くねんこれこの方ですどうぞなんでなんでもうしんどそうやねなんでここにこの声は知ってますよネタダブルアートタグなんでここにカジキカジキが来ましたカジキカジキ怖いよ怖いメロディーカジキカジキごめんあれどうやって動いてるカジキの中にピエロ怖いピエロだカジキの中にピエロオールザッツっぽいよオールザッツのサイズ感の小道具ですねーオールザッツっぽいカジキカジキこれ怖いねカジキカジキ気をつけろよカジキがカジキが何カジキがピエロピエロに変装した鼻飛ぶハットつけてピエロに変装したありがえ終わったありがありがありが言ってるよありがとうありがとうありがとうございましたネタ終わったネタは面白い、ね、いや面白かったザーオールダッツみたいなネタでしたこの小道具ウケそうやなじゃあタグこっち来てもらってねI'm I'm fastピエロ I'm first ピエロ I'm first ピエロあなたが最初のピエロ I'm 大道芸パフォーマー I'm 大道芸パフォーマー OK 他に何できるの大道芸だったら他何できるのイリュージョン OK イリュージョン OK イリュージョン OK あ、俺ね3 1 NO 何がちょっと待っていや、何にもなってる NO 俺が悪い You are bad illusionYou are sad, Piero! You are bad boy! Piero, Piero, Piero! No! Piero, MC はsad Pieroって何やねん No! Piero はPieroだ帰らせろ、帰らせろ、Piero! Piero, カジキ No! You are die! カジキ持ってすごい時間 You are die! You are die! Piero, 危ない No! Piero, 危ない Piero! Piero, 帰れ No! No! No!ちょっと森山さん帰れよお前ピエロなあちょっとこれやばいっすよほいどの年のオールダンスにカジキ突進してきたのなんかこれひどいわ MC としてちゃんと怖かったよ俺近くで見たやろな目決まりまくってたねあいつな絶対最初は1分以内で終わったんすよでも最後のすもんねタイム、はい、うわ最悪3分31ちょ落ちてたいや落ちてたよでも帰らすまでが MC の仕事やんちょそのさオールザッツでありましたかカジキ帰らすシーンがいやいや あるかもしれない見てきてないってそのシーン頼むわマジで実際のオールザッツやったら今押してるってことですかそうよ事故ねえやばいっすよねこれほらほら実際のやばいっすかこれえ実際これ起きたらフロアいたら焦るめちゃくちゃ焦りますカジキがあんな暴れたらねカジキがあんな暴れたらあれってさ、うん、あいつの方が悪ないな俺いや MC 俺が悪いもちろんだって知らんもんカジキは持ち時間の概念とかただしやりたいことやるのがピエロやもんもし実際やったらカンペなんて出てるんすかもうあの何かカットしてなんていけないんでもう大負けで何かカットじゃあ出る若手からしたらショックじゃないですかそうですねいやだからそんなことあってはいけない。だからもう一つの笑いボーンで終わるのが一番かっこいい。ちょっと俺不安やわ本番。もうカジキ絶対出てこさすなよ。続いての方どうぞ。元気出た。新劇の。元気出た。元気出た。また始まってます。
警察官に職務質問されちゃった。リアル箱詰めに遭遇だ。元気出た元気出た元気元気元気出た。いやネタやん。ゴロ元気出たのでネタやります。はい、もうやった。コントアルプスの少女ハイジ。クララ頑張って立つの。ダメやっぱり立てない。もうクララの育児なし大っ嫌い。ブン、うん、そんなクララ、うん、クララ頭がクララ。頭がクララシャレかい。いろんな意味でダメ、うん、挑戦するのはいいことだ。元気出た元気出た元気元気元気出た。以上です。ありがとうございました。あ、終わった。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、やったもん。いやいや、ね、いや、スケライコちゃんお疲れ様でした。お疲れ様。いや、じゃあ皆さんにね点数集計してもらってる間ですけど、はいはい、私はちょっとね滑舌悪くてですね、ちょっとダジズデドがダジズデドになってしまうんです。どっちをどう言うた今。いや、あ、え、ダジズデドがダジズデドになるんです。いい、あ、新しいこう諸見里さん、ニュー諸見里さんみたいな感じ。作業が言えない。ニュー諸見里さんです。うん、はい、じゃあ吉本のザジーはなんてなんの。吉本のダジーさん。ダジーになる。ダジーです。あ、座布団。座布団。カジキは。カジキ。カジキ。それは言えるな。カジキは言えるな。なんかジーとズーはなんか言えるようなんです、ね。あ、ジーとズー。カジキ来てもうた。ああ、呼んでもうた俺が。おい、ごめんごめん。カジキとか言ってもうたから。カジキと今スケダイがおんねんけど。舞台上に。あ、カジキ。カジキ。カジキ。カジキ出ていけ。誰も呼んでへんから。カジキ。出ていけって。カジキ。玉よ、玉。島田玉よ。I'm first Piero。また。汚いの汚いの。おい、暴力と汚いが汚い。帰った帰ったか。大丈夫だった。スケダイ君大丈夫。スケダイ君大丈夫です。大丈夫です。ちょっとマイクが終わりです。それで初なの落とせなかったです。落とせなかったです。無理です。ギブアップで。ケンシロウが現れて無理。ギブアップです。無理無理無理。スケダイ君じゃあお疲れ様でした。やめよう。もうね、ありがとう。お疲れ様でした。最悪でした。はい、最悪です。あ、もうタイム大丈夫です。聞いとかんでいい。あ、やめるんで俺芸人。吉本やめるんで。カジキのせいで。吉本やめます僕。すごい。4分12秒。ちょ、そのさ、カジキって何なんだ。いや、こさすなよ。入ってくるあんなんないやん、カジキ乱入とか。カジキってこれってフロアでいい。はい。どうやろう。もう前代未聞。前代未聞です、ね。こんなことなったらね。え、オールダッツ終わる。オールダッツ終わる可能性は高いと思う。大事件、確かに。4組で12分押し。最低。4組でよ。何十組も出る中で本来やったらじゃあ10組弱は若手まだネタできてたってこと、うん、終わりです。オールダッツ終わりました。ちょっと一つ疑問やねんけど、はいはい、俺とお前オールダッツギャラ一緒ほんまにほんまにあれな。一緒やそれは。嘘やろお前、倍もらわなあかん。いや、本番は別に一緒に立ってるわけやん。それは一緒。いやいや、夏やってみたらこれほんまにギャラ一緒俺らな。何が頼むでほんまに。お前もこれ鍛えなあかんで。これで鍛えますよ。いけるほんまに。もちろんです。頼むでほんまに。だからあのネタ終わりの絡み、そこ、まあ、前も練習したけど今度もするから実際ね。フロアのスタッフさん来てもらってますから。ええー、ねお願いします。 ありがてーってならんから俺別に。いやいや、ならんから一切。だからなんやねん。見とってもらんと。こんな感じでできますっていうのね。いやいや、それはもうオールダッツで分かったでしょ。夏のまだ見ときたい。まだ期待。まあでも年末は生放送なので、はい、そうそう、収録はね、まあまあ、と違うんで。確かにそれは大きな違いですね。収録と生放送じゃ、はいはい、大いに事故もありえる。そうそうそう。でもその事故も込みでオールダッツって楽しかったよ。だからぜひ皆さん年末。あ、ダメです。ありがとうございます。今からやるから。ネタしてもらって、その後1分間約、はい、絡んでもらって。大体そうやね、生放送で。そうそうそう。でこれ落ちたなと思ったら俺があのボタン押して押したら終了ですから。あ、うん、いきましょう。なんで俺やらなきゃ。まずネタしてもらって。これやって調子狂うね俺な。だから
これで終わりってことですか。しょうもないボタンやわこれ。はい、一組目はこの方です。どうぞ。とてけとてけ。危ない。ちょっと見たことないぞ俺は。私が元陸上自衛隊のちーちゃん、そして頭の上にいるのが心の支えである相方ピーちゃん、二人合わせてチッピーちゃんズです。ザース。チッピーちゃん、はい。今日については自衛隊の号令のかけ方を練習していきます。まずは気をつけ、こちらどのように号令かけるかというと、気をつけ。はい、続いては右へ習い、こちらどのように号令かけるかというと、右へ。はい、続いてはこちら。はい、自衛官になれば聞き取れるようになりますよ。とつけ、おい。そんなことよりなんだい、さきせーい、とつけてーいの、つけてーいからつけてーいの、つけてーいからつけてーいの、気をつけーためーつけてーい。自衛隊の言い方うるせい。本日の訓練これにて終了。キャプテン、クイーン、ナレ、どうもありがとうございました。ちょっと待って、ね、まあまあ自衛隊芸人か、はいはい、すみません、ちょっとあの初めて見取り図さんと、あ、そうやな、初めてやな、ありがとう。ちょっと緊張してるので。いや全然全然、あの気合を入れさせていただいてみます。まあまあ自衛隊やからそういうのがあるんかな、ならではのやつが、はい、すみません。自衛官の心構え、一つ使命の自覚、一つ個人の充実、一つ責任の遂行、エクソー。はい、これでいきます。怖いなぁ。勝手に袖でやっといてくれよ、はい、そんなんな。はい、これちょっと。いや、でも良かったんじゃない、ネタ。ありがとうございます。私、ちょっと改めて自己紹介させていただきますと。はい、何回すんねん。私は京都、京丹波地域を防衛担当区域とする、福知山駐屯地第7普通科連隊、純迫撃砲中隊で、ガチの人なんやな。勝負隊の指揮官をしておりました。手番、手番よし、方針の目よし、ロックよし、ロックよし、射撃構成装置もよし、射撃準備よし。じゃあちょっと待って、ヤスコぐらいポップに行けってな。そんなことないです。こんなガチで自衛隊、これが自衛官なんです。あ、はい、じゃあバッツシやってたんや、はい、京都の方で。はい、私は京都、ちょっと京都の中心、ここおれよ。お前ここおれって。なんですぐ前行くねん。自己紹介、純迫撃砲中隊で、はい、勝負隊の指揮官をしておりました。ザーズ、何って言ってもわからんの。星のメスラッキーラッシュ、射撃壊せそっちもよしです。ここめっちゃ嫌やわ俺、これ嫌な気分になるわ。あの近づきの印に掛け合いが出てるよ。いや、お近づきの印に手榴弾、怖すぎるやろ。おい、危ないですよ。危ない、何言ってんの。もう一回やって、伏せてくれるから。伏せたらええのね。伏せないとダメです。いや、いらんねこれ。あ、よろしい。お前どついたのか、ほんまにな。何してんねん、おい。森谷さん、すいません。いやいや、その、ええねん。ええ、罰みたいな、ええから。罰みたいな、ええからさ。困らせてすいませんでした。左向け、左。エッチ、エッゲイ。右向いとるやないか、すいません、すいません。なんやねん、これな、おい。お、落ちた？落ちた。いや、素晴らしかった。タイムは2分40秒。2分40か。ちょっと長いな、長いっすよね、やっぱ。ちょっと長いですね。これが続くと放送事故。ちょっと大事故です。なんやねんあいつな。あいつって言うか、普通は勘で出てくるやろ、それやったら。これ連帯責任です。腕立て、よーい。何回やろ、これ。連帯やろ、しないと。連帯やろ、連帯責任、うん、1、2、いや、俺腕立て出てへんから。4、5、6、7、8、9、10。こんなことしてる場合じゃないです。危ないです。誰がやらせたんやろ。危ない、危ないです。いいよいいよ、前でもないですよ。いいやねん、仕上がってきた、仕上がってきた。気をつけてください。ちょちょ、はい、おい、はよ開けさせろこいつ。申し訳ございません。すいません。よかった、まあ落ちた、ちゃんと。わかりました、ありがとうございました。お、ありがとう。てっしゃー。だって俺絡んだ感じないねんけどな。一人で勝手に全部やってるから。でもこういう人もおるわけやからな、実際。正直あの子は自分で落とそうとしてくれたから。ああ。銃終わった時。なるほどね。それはちょっとまあまあ。助かるね、何もしてこないパターンもあるからな。あの子はしてくれたけど、俺銃でなんて落とそうかなと思ってたけど、うん、なるほどな、うん、ごめん、うん、ちょっとだけ勉強だったこんなことしてる場合じゃない。ああいう若手もおるよな。そうや、絶対自分で落とそうとしてくれる。でもちゃんと考えてきてくれてるから。なるほどなるほど、うん、続いてはこの方です。どうぞ。出えへんやろ。マイドゥー、マイセンやで。ちょ、オール雑でえへん。いやいやいや、それは大ベテランよ、大ベテラン。憧れのオール雑でネタができるなんて嬉しいですね。いや、させませんよ。まあ生徒派にちょっとフリップネタをね。はい、あ、でも、まあ、あのパイセン語講座言うても今回ちょっと言葉じゃなくて、はい、このパイセンの感性でもって、なるほど、名前をつけようっていろんなもんに、はい、例えば皆さんこれね、
これ慣れてないですね。はい、これ、はい、これ知ってます？名前パイセン、まず俺らにやってないですかね。いや名前は何か聞いたこと、ね、聞いたことあるけど忘れました。これなんかほら、あの多分あんねんけど誰も知らんやん。知らない知らない知らない。あの頃ケチャップとマスタードパッと握ったらパッと出る、ほら兄ちゃんあれ忘れとったでっつってこう、はい、コンビニで、はい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 、これケチャップとマスタードがうまいことかかるので、はい、じゃあ名付けました、名付けました、かけちゃいますっていうね、かけちゃっぷとマスタードかけちゃいます、マスタードかけちゃいます。いいですか。あ、ちなみにほんまはパキットと言います、それ、はい、嘘、はい、これパキットっていうの、はい、ディスポーザーとかじゃなくてパキットっていう名前なんや。パキットっていうんですよ、これ。うまかいな、それ勉強になったな。ほなこれ絡み始まってるな。パキットにネタ、ネタはノータッチ、パキットに、ま、ネタは僕らノータッチですよ。まずネタを、だってそんなネタした後にほんまはこんな名前でした、そういうことある？いや、だってずっと見てはるんで、なんかアンサーが欲しいのかなと思って。いや、アンサー欲しいよ、そら。いや、ダメですよ、ネタだから。ちょっと待って、もう事故やん、これ。これ、たぶん、5、6集めたら、一、はい、人で R1 とかもほら、年金なくなったから出るやんか。ちょっと相談するわ。これ、例えば。何の時間これ、ちょっと待って。ネタは終わったんですね。終わってます、当人。ああ、じゃあ、こちらに来ていただいて。はい。今から。でも、かけちゃいます。よかったです。どんなんでしたっけ？これな。ネーミングつけてくれたんですね。ケチャップとマスタード両方とも名前を使ってこの、はい、かけちゃいますっていう、これかけちゃいます。シンプルに大喜利が面白くないのよ、これ。いや、これはどういう笑いというか、どこでどういう、いや、だから誰が俺を笑かそう言うた、俺は、はい、あ、名前をつけましょうっていうだけで。ああ、なるほど。だから、ね、その大喜利とかお笑いとかじゃなく名前つけたのを発表してくださったんですか。そうやん。うわ、オールダッツで。そうや。いやいや、ありがたいですね、本当に。オールダッツ、いろんなオールザッツの、そっか、笑いとかやる、オールザッツじゃない、いろんなことがあってええねや、それがオールザッツじゃないか。いやいや、どうでした、オールザッツ初めてのピンでのオールザッツ。いや、いいもんですね、やっぱ懐かしいね。本当ですか。僕、半京師匠が出てた頃に、はい、リングシャトさんとかと同じ枠で出てたのよ。すごい貴重なあの時を体験した人なんですね。第1回から出てるんやから僕、あの浜根杉本さんとか懐かしいわ。うわ、ちょっと僕ら存じ上げないから。その頃から出てんねから。へえ、すごい。普段出えへんような芸人さんとかが唯一出れるあれが、はいはいはい、ね、一回あれ出んのが楽しかった、みんな。今もそうですよ、その普段出ない若手が出るっていうね。若手しか出えへんやんか。その頃は先輩初心も出とったんやって。あ、そうなんですね。そう思ったらな、やっぱり、はい、出ていけろんかい。おすごい。これ決めたら決めるしかない。出ていけろ。大変失礼しました。大変やぞ。出た、殿下の宝刀ちょっと帰ってった。森さん、ちょっと3分15秒。なんかちょっとパイセン手強かったな。ちょっと待って、パイセン手強いって、あれ知らん芸人の名前めっちゃ出たし、ほんまあれ広げるのむずいのよ。マジでちゃんとおとんとかの話聞いてる感じだったわ。むずい。じゃあ次の方、こちらです。ちょっとどうぞ。ちょ、ベテランばっかやないか、多いな。ちょっと富安さんとかも、もうどうもこんばんは、よろしくお願いします。若手の番組やから、私はあんまりやっていない、あのモノマネ芸人もやっていないモノマネを今日は披露したいと思います。こういうのいいじゃないですか。披露したいと思います。さあ、それでは参りましょう。中東の石油情勢を熱く語るも擬態語がだんだんと強くなる四ちゃんテレビネプリーグでおなじみの東進ハイスクール村瀬先生。ちょっとふくよかなね、メガネ。サウジアラビアクウェートでは油がボン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 出よるんですよ。そしたらどうなります？石油輸出国機構というのができるんですよ、名倉さん。すぐ名倉さんに来ました。さすがでございます。さすがベテランの、ボンボンボン人気が出てくるんですよ。これが芸能界です、名倉さん。名倉さんじゃないですよ。いや、毎回ねスタジオに返しますけど。あ、そうですか。いやいや、はいはい、ありがとうございます。いや、さすがです。あんまやってへんでしょ、これ。モノマネ芸人が見たことないです。見たことないですよ、これ。本邦初ですよ、これ。村瀬先生っていうチョイスがすごい良かったですね。嬉しいこと言ってくれるかな。誰でもやるやつやったってあかんね。確かに。東山スクールだったら皆さんこう今でしょとか。そうそうそう、やりがちですけど、林修さんに行くんやねえ、林先生、はい、僕はもう今まであんま言うても、あの桑田佳祐とか。あ、そうですね、もう LGK でも元祖ですか。あ、まあ、ルロキャンすごい、これずっと LGK でも盛り上がりますから。嬉しいね、これね。いろんなコーナーありがとう。
このビブラートまで似てるっていうのはなかなかないです。ほんまかいな、そこまで。いやいや、ほんまに似てます。いろいろされますけど、富安さんはトップクラスで桑田さん似てますからね。他にはまだ何かあったりしますかね。他はね、いらんことしてこねくり倒す、はいはい、あの堂本剛くん。堂本剛くん、はいはい、ガラスの少年、はい、世代もまだ違う気がしますけど、ね、雨が踊るバスストップ。ビブラートすごいですからね。はいはいはい、いやいや、でも今の気持ちはどうですか、桑田さん。ありがとう。本当に素晴らしいじゃないですかね。思っていいや、素晴らしい。思ってますよ。東京で餃子モノマネタレントを出るからね。いやいやいや、ジャンガイな。でも最近ので言ったらエグザイルなんかもできたりするんじゃない。エグザイル俺知らんねんって、みんなな、みんな言うねん。エグザイル、エグザイル、エグザイルってもうええ迷惑や。いやいや、国民的なもうアーティストですよ。エグザイルは何も知らんねん俺。なんでそんな知らないんですか。7人が14人、14人が19人になって、うん、メンバーが淳史、高弘、牧大、松、宇佐、明、弘、根住、正吉、直樹、直人、刑事、健二、哲ちゃん、佐藤、山本、岩田、白浜、メンディーやて、知らんわ。知ってるやないか、おい。ありがとうございました。めちゃめちゃ知ってますやん。最後しっかりネタでありがとうございました。受けるやつだ。どうでした。どう、森山さん、3分30秒長っ。ちょっとこれはもうやばい、やばい、やばいっすよ。いや、1分で絡みを終えないとダメなんですよ。次の組とかネタできないんで。生やからね、はい、まあ、どうしても長々やってまうんやね。そうっすね。いや、でもなんでしょう、こう一緒にお話しさせてもらってたら、こう気持ちよく、まるで漫才してるかのようなね。はい、ね、ありがとうございました。ちょっと待って、今んとこ何分オーバーや。いや、もうやばいんちゃう、5分、6分以上。3組でもう6分ぐらい押してるってことか。ケツで調整しなダメになる。そうっす。うわー、これかわいそうだな。ネタできんコンビも出てきたりしたら。次どうですか、やりやすい。いや、やりやすいと。あ、じゃあ1分間でいこう。普通になんかニューヨークとか呼ばれへんの。いや、安定に喋れる。あ、絡みとかね。うん、じゃあ最後ですね、こちらの答えです、どうぞ。何回こさすの。これ1分はエグいぞ。こんばんは。たまよ姉さんね。ギン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 。誰か誰か探しちゃおう。男の人探しちゃおう。こん中から探しちゃおう。あれ、俺ちょっと自由やな。オールザッツはでもこういうのもあるからね。あれこんなスタッフさんつかまえて。いや、もうあげる。うわー、すごいかっこいい。かっこよくてお目目がもうしましましちゃうよ。あれあれれれれれ、おねんねしたらお目目つぶって、おっきしたらお目目が開いて、おねんねしたらお目目つぶる昭和のお人形だよ。かわいい。この子なんであげられたんやな。タイプだったんじゃ。お名前、お名前、お名前を。下の名前だけじゃ言う。ケンゴです。ケンゴ、いい名前だ。ねえ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 、ね、下の方のお名前で、下の方のお名前で呼んでもいいね。こんにちは、タイの昆虫です。タマさん、下のお名前で呼んでもいいのか。タマさん、そろそろネタ時間がもうオールダッツ1分ですけど。ひどい。あれ、ひどいよ。会話をしてくれる。そんなバカだ。そんなバカだ。俺の声は聞こえてたい。チーンと、あ、サバ寿司。終了。はい、言語さんに、言語さん降りていただいて、いやー、さすがの、さすがのネタでございました。ありがとう、ありがとう。いや、点数も期待できますね。あたしここ、あたしここ、たまよ、たまよさん。あみだくじ、あみだくじ、引いて楽しい、あみだくじ、たたたたたた、小吉。誰が小吉や。誰のここが小吉や。大吉や。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、ちょっと待って。わあ、え、ハムスターの赤ちゃんがいます。ずっと赤ちゃん来ないの。押せ、押せや、お前、はい、押せ、押せない、押せない、押せない、まだこんなもん事故や、ま、生放送でこれ、ま、お、え、二人が重なって回転、どね、なんだなんだこれ、なんだこれ、お、なんだこれ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 、ああ、
ください。できんやできん。いや素晴らしい、いや素晴らしい。してくださいよ田村さん、ほんまにね。ちょっとね、着かかったか。おいおいおい、ちょっと待って、時間は、時間が、うわ、4分30秒。全員できん。あー面白かった。あかんぞ。はい、ということで聞いておきます。本番いけそうですか？無理や、おい。あんなもん絶対呼ぶなよ。あれ本番来る可能性あるからな。あの後半の3人呼ぶなよ。対戦が一番いくかったから。そう、そうやね、実は対戦が一番グロい。あ、見た？チャンネル登録お願いします。